滑舌よくしたいな、滑舌よくしたいな。こんにちは、元住吉七尾です。滑舌がもっと良くなりたい。アメンボ赤いなアイウエオ、浮きもに小エビも泳いでる。柿の木、栗の木、柿くけこ、傷つきコツコツ枯れ木焼き。ということで、今日はこの元住吉七尾の発声練習をお届けしたいと思います。あー、パフパフ。これ普通の YouTuber だったらどんどんどんパフパフっていう、あの聞き慣れた SE が入るところですよね。あれどっから撮ってきてるんですかね。どっから撮ってきてるんですかね。わかります？わかんない。YouTube の無料のライブ、YouTube で使えるライブラリーってあるんですけど、そこに入ってるのかな。どうなんだろう。まあいいや。では、ハミングをします。ちょっとガラガラが入りますね。喉の調子が悪いかもしれません。そうしたらハミングをした声を、口を開けます。まめみもむ、まめみもむ、まめみもむ。まめみもも。変な音が入ってますけど気にしません。まめみもも。もうちょっと綺麗に出した方がいいかな。まめみもも。ということで、この声のポジションのまま喋ってあげると元住吉七尾の基本の声になります。そして最近ちょっとサーヤちゃんに寄せたいみたいな話をしてるじゃないですか。ストライクウィッチーズの、あ、アンプがあるよ。これマーシャルっぽくない？なんだろう、なんだかわかんないですけど、アンプがありますね。マーシャルっぽい。その場合はですね、ちょっと鼻にこうやって入れてあげるとサーニャちゃんっぽい声になるっていうことが分かってきました。見て、オランシャよ、ウラルの山に手が届きそう。このまま二人で飛んでいこうか。嘘、二人には違うか、私たちには帰るところがあるから、戻るところがあるからでしたっけ。ちょっと思い出せないですけど、ストライクウィッチズ2期8話かなんかのやつです。8話だっけ、6話だっけ、なんかその辺エイナーニャ会が毎回あるんですわ。そうそう、ストライクウィッチズやるらしいよね。501の話を次のクール、高村監督の何やってんだろうみたいなことを言ってたばっかりだったんですけど、昨日かなんか喋ったばっかりなんですけど、なんかやってんだと思いました。安心しましたね。じゃあねー。